京都市交通局狂気1系電車はかつて京都市が運営していた路面電車京都市電で使用されていた電車。日本最初の電車事業者であった京都電気鉄道の車両が1918年の市による買収によって引き継がれたものである。京都市によって建設された路線が標準機であるのに対し京電由来の狂気用で1961年に廃止された。 堀川線が最後の運用路線であった。梅鉢鉄工所製で台車はブリル 21E を一気装備した単車である。オープンデッキの運転台券乗降口を前後に備え、当時は正面に窓を持たない吹きさらしであった。後に正面には窓ガラスと方向膜を持つ膜板が設置されているが、側面扉は堀川線廃止に至るまで設置されなかった。 京電の買収当時は133両を引き継いだ。1955年までは後期一型との重複を避けるため、車体番号に N を付けて区別され、N1N133 となった。1919年に33両を売却。1925年までに39両が売却された。以後狂気路線の廃止や改め機により次第に数を減らして、 堀川潜廃止前年には28両が残っていた。この28両は1955年に改版を行い、1から28に番号が付け直されている。堀川潜廃止4ヶ月前の1961年の3月末に6両が廃車となり、廃止に伴う7月の最終運行まで残ったのは22両だった。 大量に発生した余剰車両を後期路線に転用するための活用策として、狂気1系の部品を活用し、反抗性の車体を新造した181号車を1929年10月に製造した。台車は、狂気時代のブリル 21E を改め機の上使用し、新たに空気ブレーキも装備したが、200型か300系の単車と比べて車体が小型で、 使いが高かったことから、わずか数年の使用で旧車となり、カラスマ車庫に放置され、戦時中には貨車への改造も検討されたが実現せず、1950年3月に廃車された。日本国内では、下記の2カ所で胴体保存されている。廃止後に大半が近畿地方各地に引き取られ保存された。日本国内で保存されたものは、 年月の経過とともに多くが解体されたものの、数量が残存している。そのうち、平安神宮神園に保存されているには、2020年に国の文化審議会により重要文化財の指定対象として投進された。また、京都市の大宮交通公園に保存されていた1は、2020年に、片野市の霊園施設に移設され、公用施設として使用される。なお、 17.19はアメリカ合衆国の南カリフォルニア鉄道博物館に渡った。ありがとうございます。